海野省聖母、寛永7年7月22日は、江戸幕府の旗本。旗本海章氏2代目。海野省正春の子。通称、清衛門。室は、加賀前田氏家臣、中黒野兵の娘。子に、海野省章術、原田正重室、笹部重吉室。父と共に、徳川家康に仕え、小田原征伐に従軍し、関東で、 宝地三百国を賜い、慶長四年に父が没死宝地合わせて六百国を領する。関ヶ原の戦いに従軍の後に大番組頭となる。大阪の領陣領人に従軍し、河地国の地理に詳しいことから同案内を務めたたり、事前に野武士の大阪城入城を阻止したりした。夏の陣では水野勝成隊に属して先行を挙げ、関東より、 海野章子の出自の地の河内国二式部軍に千国と、半ば放棄されていた、江戸シ形状を賜い、旧地六百国は就航される。だが後に、江戸シ形状は、廃城とされる。現那三年に四天王寺の造営奉行を務める。また、江戸シ形状の東にある江戸シ系八幡神社が、荒廃していたのを嘆き、四天王寺集築の余り材で回収したとされ、 元那8年8月に竣工した。天領1万3000国を預かった時期もあった。ありがとうございます。